ある女性の方が以前付き合っていた彼氏と一緒に体験した話になります。で、その時彼女は20歳だったのかな。で、彼氏は10個年上だったらしいです。で、まあ20歳くらいのね、女の子からすると10個上の男って、まあ、めちゃくちゃ魅力的に見えるわけですよ。で、その彼もね、仕事はもちろんバリバリやってるし、で、だから金銭的にもね、余裕があるし、さらに精神的にもね、もう大人で余裕があったし、で、趣味が車だったらしいんですよ、彼。で、いい車持ってるんですよ。で、さらに運転もうまいんですよね。だからもう彼女は彼にメロメロだったんですよ、当時は。で、まあ、そんな彼だったんですけども、よくその彼氏に夜ね、ドライブデートに連れてってもらったんですよ。で、その日も彼女がね、ねえ、ドライブ連れてってよーっておねだりして、彼氏は車出してくれたんですよ。で、しばらくはね、適当に流して走ってたんですけども、その頃、ちょっと彼女の中のマイブームみたいなものがあって、それ何かっていうと、彼の車のね、カーナビを勝手にこういじってね、ランダムに目的地を設定して、で、ここに連れてってって、まあ彼氏に連れてってもらうと。それが当時の彼女のブームだったんですけども、その時もね、こうビビビって人に入れて、お願いって彼氏に言ったんです。で、彼氏が車を走らせてくれて、で、目的地に向かっていった。しばらく走っていると、道がどんどん山の方に向かっていることに気づいたんです。ああ、なんか山の方に向かってるねって二人で話をしてた。で、またどん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 、まあ、走っていくと、本当にもう街灯もポツンポツンしかないような、まあ、前にも後ろにも車がいない暗い道にどんどん行くんです。で、さらに、その道に差し掛かった時に、次の道を右に行ってくださいっていう風にカーナビが言うんですよ。え？って思いながら、道のね、脇を注意して見てると、脇道があるんですよ。もう、車はまあ入って行きはするんだろうけど、余計山道の方に行っちゃうみたいな、そんな道なんです。こっちかよーって彼氏も言ったんだけど、まあ、とりあえず行くわけですよ。で、まあ車曲がって入っていって、で、その脇道に入っていったすぐのところに看板があったんですね、木の看板。それがなんかすごく不気味だったんですよ。そのね、木の看板、子供がね、緑色のクレヨンか何かでぐちゃぐちゃーって塗りつぶしてるような森の絵、まあ、木がいっぱい描かれてるような森の絵が描いてあって、で、その上から、また多分これも黒いクレヨンかなかなと思うんですけど、で、ぐちゃぐちゃって書いたような文字で、山の子帰れって書いてあったんですって。なんだこれってなっちゃって。で、ちょっと通り過ぎた時にね、まあ、彼女が、なんか気持ち悪い看板なかったって彼氏に言ったら、まあ、彼氏もやっぱり気づいてたみたいで、山の子帰れって書いてあったらな、これなんだろうな、って、まあ、言ってたんですよ。で、なんだか心なしかひんやりしたんですけども、とりあえずもうちょっと進もうって言って、まあ車を走らせてたんです。したらそこまでは舗装された道だったんですけども、未舗装の道になってたんです。で、砂利道なんですね。砂利道かよ、ここ走んのかなんてね、やっぱりいい車ですから、彼氏もちょっとね、渋ったんですけども、まあでも走ったんですよね。注意深くね、ゆっくり走ってたんです。で、しばらく走ってると、突然、前方からハイビームでライトがビカーって当たったんですよ。うわ、眩しいってなって、見たら、赤いスポーツカーが来てるんですよ。この道を赤いスポーツカーが走ってんのかって、ちょっとびっくりしたんですけども、とりあえず彼氏はね、まあ、一応すれ違えるんですけど、少しでも開けてあげようと思って寄せたんですよ。したらその赤いスポーツカー結構距離あんのに向こうの方からブラーンって加速して駆け抜けたんですよ。わ、なんだよあの車ってなって。で、とりあえずまあ、またね、走り始めて、まあ砂利道をね、ゆっくり慎重に走るわけですよ。すると、後ろからビカーってまたライトが当たったんですよ。うわ、眩しいってなって、ミラーで確認すると、
さっきの赤いスポーツカーっぽいんですよ。赤い車なんです。え？さっきの車？ U ターンしてきたの？なんで？で、まあ二人ともなっちゃって、で、なんか怖いじゃないですか。だから、彼氏は左側にまた寄せて、行っていいよって合図を送ったんですよ。したらまたそのね、赤いスポーツカーものすごい加速して、ブラーンってかけてくるんですよ。なんだよあれってなって。で、もう彼氏も彼女もちょっとその時怒ったんですね、もう。なんかマナーの悪い車だなって言って。まあ、とは言ってもね、もう通り過ぎちゃったし、まあどこに向かってんのかわかんないけど、先行っちゃったから、まあいいかって言って。で、そのまま走ってたんですよ。で、それから間もなく、急に道が開けたんですね。で、あ、どこだここってなった瞬間に、カーナビが、目的地に到着しました。案内を終了しますって言ったんです。あ、じゃあここだったんだなんてね。じゃあとりあえず車止めるかって、まあハンドル回してると、ライトに当たって建物が見えたんです。で、降りてそれ見に行ったら、火葬場だったんですよね。わ、火葬場だってなった。でもまあ、それだけだったら別に何にもないじゃないですか。山の中にある火葬場にたまたまついちゃったで終わるんですけど、その時にあることに気がついたんですよ。その火葬場のところってちょうど行き止まりになってたんですよね。要するにさっきの道は火葬場に行くための道だったんですよ、完全に。他に何もないんです。だから抜けていく道もないし、もう周り中全部森に覆われていて隠れるスペースもない。なのに、さっきの赤いスポーツカーがないんですよ。どこにもいない。え？ってなっちゃって、ちょっと探したんですよ、一応。でもどこ見ても車を隠すようなスペースもないわけですよ。だから怖くなってきちゃって、で彼女がもう帰ろうよって言ったそうです。で再び彼氏の車に乗り込んで、まあ元来た道を帰っていくことになったんですけども、そうやってまたね、砂利道をガガガガガって走っていると、後ろからハイビームでビカーって来たんです。へってなって、また見たら、さっきの赤いスポーツカーなんですよ。どこにいたんだよってなった。で、彼女もね、やっぱりもう怖くなっちゃって、とりあえず穏便に済ませたいっていうのがあったんですよね。だってどんなやからかわかんないですよね、後ろの車。まあもしかしたら待ち伏せしてたのかもしれない。わあ、困ったな。したら彼氏ね、そんなにね、なんかこう、人と争うタイプの人ないんですよ。だからさっきもね、道避けてたわけですけども、だから今回も道避けんのかなと思ったのに、加速したんですよ。黙って加速して、ブーンって行って、もう車がね、傷つくのも構いなしみたいな感じの、わーって走ってくるんですよ。で、急に加速したもんだから、わーってちょっとびっくりして、もう何びっくりしたって言ったんだけど、運転席見るとものすごい真剣な眼差しで前をひたすら見てハンドルをグーって掴んでる彼氏を、ねえって言っても無視、ひたすらこうやって運転してる。で後ろからはね、相変わらずハイビーム当てながら近づいてくる赤いスポーツカーがいるんですよ。でそれをまあ引き離そうとしてんのかな、もっとアクセル踏み込んでうわーんってやってくるんですよ。それでもついてくるんですね、後ろから。で、まあ、ひたすら眩しい中ずっと走ってるって状態になったんですけども、ちょっとやっぱ彼氏の様子がおかしいんですよ。何回言ってね、顔見てもものすごい真剣な顔してずっとこうやってハンドル掴んでるから、これなんかあったのかなと思ってね、彼女後ろ振り返ろうとしたんですよ。え、何もーって言いながらパッて振り返ろうとしたら、これもうそれよりも前にも後にもなかったそうなんですけども、突然運転席の彼氏が声を荒げて、振り返るなって言ったんです。そんな急に今まで怒ったこともない人がバーって言ってきたもんだから、彼女もえぇってびっくりしちゃって、もう体固まっちゃって振り返るのやめたんですよ。でもうそこからは彼氏の運転してるのを横でね感じながら、もうひたすら前見てこうじーっとしたんです。でどんどんもう運転も荒くなってくる。でも相変わらずずっとライトを当たってる。何これ、もう怖い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 って彼女が思ってると、
前方にあのさっきの山の子帰れの看板が見えたんです。ああさっきの大通りに戻ってきたってなって、で彼氏はなんとそのままね、一時停止もせずに出てそのままギャーってハンドル切って左に曲がったんです。でまあ遠心力かかっちゃって彼女ももう運転席の方にブワーって寄っちゃってギャーってなったんです。それでも構いなしに彼氏は無言のままブワーって走ってくる。でもう何もう怖いじゃん、何何って彼女が言ってんのもやっぱり彼氏は無視してずっと走ってるんですけども、気がついたら後ろから来ていたあの赤いスポーツカーが見当たらないんですよ。あ、振り切れたんだって彼女は思った。でもまあ彼氏の様子がおかしいからそのまま何も言わずに黙ってこう縮こまってたんですね。しばらく走ってから彼氏がようやくふぅって言ったんですよ。でまあ加速したのを落としたんです。さっき何があったのって彼女が聞くと、あの車さ最後どうなったか見たかって言ったんですよ。え？まあ正直後ろの赤いスポーツカーよりも彼氏のことが心配っていうかね、怖かったからもう何にも見てなかったんですよ。何も考えずにひたすらもうじーっとしてたんですよ彼女は。だから見てないよって言ったら、あの車さあそこ大通りに当たって俺すぐに左曲がったろ、あの赤いスポーツカーそのまままっすぐ突っ切って壁の中に吸い込まれていったんだよね。そんなことを彼氏が言うんですよ。何それってなっちゃって、え、事故とかってもうね、彼女ももう怖いし認めたくないからとぼけて聞いたんだけど、彼氏はいやあれおかしいよって言うんですよ。もう言葉だけに言うもんだから、おかしいよって言ってもなって、それとなんでさっきあんなに怒鳴ってきたの、振り返るななんてって、まあ、彼女もちょっと怒りながら聞いたら、彼氏が、あ、ごめんごめん、実はささっき俺見ちゃったんだよね、あの車運転席誰もいなかったんだ、だから言ったろ、あの車この世のものじゃないんだと思う。そんなことをね言うわけですよ。で、まあ、彼女は何も見なかったんですけど、少なくともあの赤いスポーツカー、そしてライトのね照ってる感じ、あれはまあはっきりと見てるわけですから、それがまさかの、まあ、お化けスポーツカーというかね、別に運転席誰もいない壁に吸い込まれていった車だった、ものすごいその時は怖かったそうです。まあそんなことを体験したっていうお話でした。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。山の子帰れというお話でございました。で、まあこの話はいろいろとね怪異がいくつも重なって起こったみたいな話だったんですけども、まあ、ちょっとね僕的には大変インパクトがあった山の子帰れっていう看板がね、まあそのままタイトルに使ってるんですけども、まあ、正直そのメインとしてはその赤いスポーツカーのところがまあメインの回なのかなとは思うんですけどね。まあ言葉ってやっぱり心惹かれますよね。うん、山の子帰れって何でしょうね。普通に文字を変換したら山の子供に、まあ、帰れだから家に帰れみたいな意味での帰れなのかなと思うんですけど、まあ、そこ場所山ですからね、山の子を帰るって言っても山の子だったら山に帰るわけですから、どこに帰るっていうのって話だし、ちょっと意味不明ですよね。しかもまあ子供が書いたような看板だったって時点で、じゃあその山の子ってなんだっていう話だし、まあ、もしねその場所が今もね特定できるならばちょっと調査したいもんですけどね。もし山の子帰れっていう看板を山の中のね脇道で見たことがあるって方がいたら、ぜひちょっと詳細をお聞きしたいなって思います。はい、というわけで、今回のお話怖いな興味深いなと思った方はよかったらいいねボタンをお願いします。ご感想等はコメント欄にお願いします。
そしてチャンネル登録まだの方は、よかったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまたね。